創世記6章9節から22節。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地とともに滅ぼそうとしている。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、その幅は50キュビト、その高さは30キュビト。私は今命の息あるすべての肉なるものを天の下から滅ぼすために、地上の大水大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に絶えなければならない。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。あなたは食べられるあらゆる食料を取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物の食物としなさい。ノアの箱舟。おはようございます。土曜日と木曜日は八王の教会に行きます。準急っていうのに乗るので、八王でものすごい人が降りるので、伏せから乗り換えた時にめっちゃ人がおるので乗り方を考えるんです。一番窓際になるようにこう先頭に並ばんと、もうギリギリこう並んで、あ、空いてるみたいな雰囲気で最後乗ったらこう窓際なんですね。はい、ドア窓際じゃないです、ドア。なんかちょっと息がしやすいんです。でよかったって ドアの方取れたと思ってホッとしてて、で隣女性なんですよ。で距離が近いからもうなるべくもう携帯とかもこう持ちながら両手でもう何にも痴漢しませんアピールするんですよ。で電車もうちょっとで出るなと思ったら僕より上手な人がおるんですよ。走ってきてバーンってその女の人の前に来るんですよ。すごいなと思って、まあまあ年配の方です。ですげえなこの人と思って、女の人どんな反応しはんねやろうと思って、こうやって女の人の方見たら、そのおじさんが乗ってきた瞬間もう満員電車なのにかなりの距離開けて、もうなんか匂ったあかんもの匂ったみたいな顔をしてたんです。でこれいつか僕もこんなんなるんやろうなと思って、首とか耳の後ろをだいぶ洗うようになりました。まあ、話は関係ないんですけど、まあ、ノアの話を見たいと思います。6章の1節から7節前半です。神様は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められました。人々が女性の美しさに目が奪われて、神様を神様としない、見上げない生き方、好き放題していました。何が悪いのかいいことなのかって分からない状態、基準がないぐらいの悪い世界。ある神学者は
神様がお作りになった天使が堕落して、まあ、みだらな行為に走ったと言っています。どちらにしろ神様の心から離れて人々は我が道を行っていました。神様がこう両手でこう目を覆うくらい全ての人たちがもう道を外すというかもう乱す状態でした。そんな暗闇のどうしようもない時代にノアがいました。ローマ書12章の2節、この世と調子を合わせてはいけません、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何がいいことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。この世と調子を合わせてしまいやすいものですが、聖書を読んだらノアは自分の正しさではなくて神様はどう思っておられるかっていう生き方を選んでいました。6章の9節、ノアは正しい人であってその時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。正しい人とか全く人、どういうイメージですか？正しい、全く、僕の思う正しい人は、まあ、ピシッとしてて、今日僕ピシッとしてるんですけど、ピシッとしてて、まあ、勉強ができて、もう真面目で、まあ、教会でも、もう嘘とかもう一切つかへん人っていう僕のイメージです。正しい人、全く人。正しい人はヘブル語でサディークって言います。正しい、まあ、そのまんまの意味です。で、全く人はタミームって言って完全なって、だから正しく完全なっていう意味です。ギリシャ語ではディカイオスって言います。まあ、単にこれは人間社会の倫理観、まあ、道徳的な正しさではありません。神様の目から見て正しいという意味の言葉です。2週間ほど前の土曜日に八尾に行きました。集会、ここからも7人行きました。新道先生、元ヤクザの人がメッセージしたんです。でメッセージの後2人の人が明かしされました。その日、まあ、2人とも証しがすごかったんですけど、1人の人が、まあ、かなり強烈やったんです。奥さんとの喧嘩でものすごい奥さんにダメージを与えてしまって、奥さんは入院してしまったんです。で旦那さん、まあ、いわゆる DV ですね、旦那さんは妻が死ぬかもしれないと思って、自分のやってしまったことを後悔するんです。ほんで後悔してもどうしたらいいか分からへんから、もう怖くなってもうずっと怖い状態で、そんな状態の中、まあ、奥さんは病院で亡くなってしまいます。どうすることもできなくて、まあ、いろんな宗教を探してあちこち行って、で新道先生に会って話しました。自分ではどうすることもできないこの過ちの大きさ、毎日毎日どうしたらいいか分からなかった、この胸の内の内を全部告白します。イエス・キリストが、まあ、全ての人の罪を背負って代わりに十字架にかかってくださったこと、まあ、信じるだけで許される、神はそれよしと認めてくださる。彼はそれ聞いて涙を流して信じたそうです。その証で、初めてです、証で、もうすぐ刑務所に行きますっていう証やったんです。決まっていますって言って、でみんなの前でこういうところに立って宣言しました。洗礼を受けてイエス・キリストに従っていきたいと思います。で会場にいた100人ぐらいの人、まあ、僕も含めて重たすぎるこう話にもう凍りついてしまったんです。ってよく先生、まあ、新道先生この人を証しさせたなって思いました。普通は
許されないことです。集会の最後に道本先生がお祈りしたんです。神様、天のお父様、神様の大きな愛、許しを今受け取りましたって、今見させていただきましたって、私たちの代わりに十字架にかかってくださったことを感謝しますって、そのままずっと祈り続くんですけど、その祈りを聞きながら、あ、僕は神様の大きさ、こんなんじゃないです、もっと大きさを小さくしてるって気づきました。許しの基準、正しさの基準を聖書から持ち出して、自分のこの物差しでいろんなものを測ってる、その基準とかを変えてしまいやすいです。聖書は信じるだけで正しい義と認めてくださると書かれています。すごいことです。8節、しかしノアは主の心にかなっていた、古い日本の訳では、しかしノアは主の前に恵みを得たと書かれています。神様からノアは恵みを得ました。直訳では、ノアは主の目に恵みを見出した、ああこの方やったら大丈夫やって信じた。今イエス・キリストを信じるだけで正しいものとしてくださいます。どんな人でも。一つ目のポイントは、自分の正しさでなく神様の恵みを得た。自分の正しさではなく神様の恵みを得た。ノアには3人の息子がいます。セム、ハム、ヤペテ。この3人から黒人の人、白人の人、黄色人種に分かれたと言われています。セムは黄色、僕ら日本人、ハムは黒人、ヤペテが白人だそうです。6章の13節から21節を読むと、神様が直接ノアに使う木はゴフェルの木で、でかさ、大きさはこうだよって、箱舟の作り方をなんか、バンバンバンって適当じゃなくて、いい加減じゃなくて細かく伝えてくれました。この時ノアは何歳やったと思いますか？5章の終わりに書かれてあるんです。500歳とあります。で、7章の6節には600歳と書かれてあります。なのでこの間に箱舟を作りました。この年齢はほんまかと、一人で小さい頃疑ってました。前の創世記の箇所でも言ったんですけど、大洪水の前と後で人の寿命が変わっています。草食から肉食に変わったからとか、理由はいくつもありますが、以前は地球のこの周りに分厚い水の層があって、紫外線とかから守ってくれてたんですけど、これがもう大洪水の時に地球に落ちてきて大雨になったので、有害光線とか直接地球に当たるようになりました。そして人類の寿命が一気に縮まることになったそうです。聖書に出てもう一つ疑問があるんです。ノアの箱舟は実際にあったんかっていう、でも有名なニュースですよね。人工衛星の写真によって、トルコのアララテ山系のアキャイラ連山からノアの箱舟の残骸らしきものが見つかっているそうです。アララテ山系のアキャイラ連山って言えました。キャリーパミュピャミュって言えないんですよ。そんな感じ の言えなさです。はい、これです。この神様が作られた通りに、今この箱舟を復元しようとすると、長さが135メートル、幅が23メートル、高
高さ13メートル1個の学校みたいだそうです。でこれが排水量、この船がボンって海に入ったらブワーって、まあ、動く水の量はだいたい1万5000トンだそうです。うわーって思うんですけど、全くどれぐらいかわからないので、500ミリリットルのペットボトルで例えてみたら3000万本です。ローソン行っても多分ないですね。3000万本、広さは9300平方メートル、バスケットコートであって24面分一気に試合できます。でコンテナやったら569両分です。こんな大きいものを、まあ、大昔に作った、すごいなと思って。クレーンとか、まあ、ユンボとかドライバーもネジもない、ないものだらけ。これより、まあ、さっきの写真より巨大な船が建造されたのは1858年になってからです。最近ですね。神様が教えてくださった船の作り方は、まあ、船舶の専門家によると、船作りの、まあ、おっちゃんによると、長さと幅が6対1になっていることは、まあ、最も優れた神、まあ、優れた設計図らしいです。神様の、まあ、くれた設計図は完璧です。家族全員、ノアたち、長い年月をかけてコツ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 毎日作っていたと思います。雨はまだ降ったことがない地球です。多分あの人ら見て何してるんやろうって絶対言われました。こんな、ま、ところにでっかい木使って家より大きいなんか作ってはんでって、アホちゃうって。まあほっとこほっとこ、こんなもうこんなもう見やんと、手伝わんでもいいし、今日も朝まで遊ぼうって、そや飲もう飲もうみたいな会話がノアやその息子の耳に入っていたかもしれません。息子たちとその奥さんたちも汗だくなって筋肉痛になって、もう趣味で作れるものじゃないです。プラモデル作るとかそんな次元じゃない。ノアの生き方を見ると、神様に言われたことに対して必死になるべきやなと思いました。一生かけるんやなと教えられます。自分のなんかデザインじゃなくて、少し小さく作ったりとかじゃなくて、色もこんなん気に食わんから塗るとか、勝手に自分でいいようにするじゃなくて、ノアの家族のようにもう周りの悪い影響に流されやんと、ただひたすら箱舟作りを続けました。14節に内と外にヤニを塗ると書いています。ヤニってタバコじゃないですね、アスファルトだそうです。こんな時代にあったんですね。今のこのアスファルトとは少し違うそうですけど、すごい技術やなと感動していました。僕は言われたら外側だけ塗って内側は塗らんでええって思ってしまいます。見えへんやろうと思って、ずっと前、まあ、8年前デイケアとか老人ホームで働いてる時に、あまり仲良くない上司にあれしてこれしてってやや言われます。上司の人の方が、まあ、すぐ届く距離にあんのになんで頼まれんねやろうと思って、で上辺では、まあ、はいやりますって、まあ、新人なんでと元気よく答えてたんですけど、まあ、心の中ではいやお前がしろや近いやんけって思うこともありました。内側は、まあ、汚い従わない気持ち、まあ、人に対しても、まあ、神様に対しても、まあ、従うっていうことは苦手です。まあ、外にも内にも、まあ、神様が言われた通りに、まあ、塗るものは塗って、組み立てるものは組み立てていきたいです。ノアはなんでまだ雨も降ってないのに、洪水もこの目で見たことないのに作れたんでしょうか。ヘブル書11章の17節、
あれ押してもらっていい？あ、これ、はい、ヘブル書11章の7節です。一緒に読みましょう。はい、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。ノアは神様の言葉を信じた。すごいことです。しかも自分だけじゃなくて子供たちにも伝えています。息子たちは直接神様の声を聞いていないのに、ノアお父さんの言うことを聞きました。6章を読んだら、お父さんノアに対しての愚痴が一個も書かれてないんです。なんかこんな会話があったかもしれません。セムが働いてて、一緒にしんどいってお父さんって、もうやめようや今日って、でノアはいやもうちょい頑張ってくれよって、でヤペテがいやしゃーないなって、そうやけど おとん、まあ、ノアね、おとんどこがあの俺ら乗るとこなんて、ハンドルとかあるん、場所ないやんそれって、でノアがいやハンドルとかそんなことは神様はおっしゃってない。ハムが出てきて、え、そしたら動かれへんやんって、ハンドル作ろうやって、でノアはいやあかん、神様の言われた通りに作るんや、セム、うん、じゃ色塗ろうって、いや神様そんなことも言うてなかったでって、ハムがうん、じゃ景色見るために横に窓作ろうや、いやノアが窓は上だけ、天井だけや、ヤペテはしんどうもって、でノアの奥さんがご飯できたわよって言って、はーいって言ってサザエさんのエンディングみたいに帰っていったって僕の想像です。書いてないので、ね、聖書に。でも喋ってると思うんです、絶対無言で絶対作ってないです。船には普通運転舵があります。ノアの船呼んでもハンドルがないんです。自分で自由に好きなところにも行けない、困るはずです。僕は友達が救われてほしいと思って祈っています。もちろん皆さんも誰か心にある人のことをどのタイミングかでいつも祈っておられると思います。ダンスの上手い先輩とか、木工職人の友達とか、会いに行って何回か喋って仲良くなって聖書のことを話すって、この方法を握りやすい癖があります。神様、聖霊様に頼るよりも自分の方法に頼る、握ってしまいやすいです。神様の導きより自分のやり方、見えない心のハンドルです。神様に全部こう任せながら作っているノアのように、ハンドルを作らず神様を信頼していきましょう。任せても良いお方です。2つ目のポイントは、ハンドルを神に任せる、ハンドルを神に任せる。どのくらいの年数箱舟作りにかかったんでしょうか。聖書を見たら100年間ですが、ある方は120年ちゃうかという人もいます。そんな年数を箱舟作りに費やしました。神様は、聖書を読みながら、なんでいきなりこうドカーンと完成した箱舟をくれへんかったんやろうとか、そんなボーンって奇跡が起こったの見たら、たくさんの人が集まってきてワイワイガヤガヤなって、神様の偉大さ知って箱舟に入ろうって思ったかもしれへんのになと読みながら考えました。それにノアだけじゃなく、神様が全ての人に直接声をかけて一人残らず救うのが神様じゃないんかなって、なんでやろうって思いました。5節、
主は地上の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。ノアさんだけを見たんじゃなくて、地上の人たちをちゃんと見てくださっていました。詩編の33編の13節、開ける方は開いて一緒に読みましょう。はい、主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。御住まいのところから地に住むすべてのものに目を注がれる。すべての人の心を神様は見てくださっていたんです。この時代からも。おそらくノアは自分だけ聞いてっていうのを守ったんじゃなくて、みんなに声かけたと思います。ほんで言葉だけでなくて、箱舟を作るという行動でも語っていました。木運んだり、一緒に家族で動いたり、背中で語る系です。大きな船を作っている期間、100年、120年の間、人々に悔い改める期間を与えてくださっていたんです。ノアは必死に声を大にして伝えていたはずです。心の中が悪いことで満ちている人にも、神様は私のもとに帰ってきてねって、帰ってきてほしいって、あなたがいないと悲しいんやって、君がいないと悲しいですと、ノアの時代からまた今の時代も言ってくださっています。3つ目のポイントは、神様は忍耐強く待っておられる。神様は忍耐強く待っておられる。箱舟作って終わりじゃないんです。次動物とか一緒に入っていくんです。オスとメス船に入れること、また食べ物とその動物の餌、そも準備しなければなりませんでした。今動物は、ある数え方だったら3370種類だそうです。他の数え方はもっと大きい、数が多い数もありましたけど、オスメスなので箱舟に入るのはこれの2倍です。だからその数でいくと6740、昔はもっと多かったと言われています。家族の食料もたくさんいるし、もう大変やったと思います。神様は一人の人ノアだけを救ってこの世界を滅ぼしたのではなく、一人の人ノアさんを通して人類を救ってくださった。この6章でノアは神様の手のような人生でした。神様の言葉を人が見える形にした人です。箴言の28章の20節、一緒に読みましょう。はい、忠実な人は多くの祝福を得る。こう書かれてあって、感謝です。ノアを通して救ってくださったように、僕たちの近くにもノアがいたはずです。僕の場合は母がノアのような役割をしてくれました。箱舟に乗ってっていう言い方ではありませんでしたけど、ずっとイエス様信じてって、この世界に流されやんといてって、もう流されてる最中もずっと一緒に天国行こうねってあるからって、高校生の時にもうずっと口うるさく言ってくれていましたけど、どんな時ももう信じなかった。それでも一生懸命言ってくれた。一人暮らししている時もよく日曜日の朝、タイミングいいんか悪いんか礼拝に行こうっていうメールしてくれました。21年間も忍耐強く誘い続けてくれました。もちろん母だけじゃなくて神様も救われて感謝です。2008年の6月に、書類見たら洗礼受けたって書いてて、でそれ見て、
妻の日見たら一日違うだけやってびっくりしました。たまたま、そうやって測って僕バプテスマ受けてないですけど、なんか不思議やなって思いました。今は、結婚もして毎週礼拝できて、一人の命も預けてくださって、一緒に生きてる。寝る前に妻と一緒に祈っている時も、いやこれほんまかなと感じる時とかあります。夢じゃないかなとか、上田さんと一緒に外履いてる時とかもほんまかなこれと思って、年齢がちゃう人と一緒に何かできるって今までの自分にはなかったなとか、いろいろことあるごとに思います。奇跡です。今でもほっぺたつねっています。これも夢やったら今皆さん消えます。奇跡です。人生でいっちゃん嬉しいことです。イエス様に出会ったっていうことは。僕の友達で、ケンさんで西尾野さんっていう人がいるんですけど、彼は親に反抗して、中学を卒業してすぐだったか、どれぐらいで家を出たのか忘れたんですけど、実家から出て東京に行きました。都会で俺の力見せたんねんと思ったらしいです。高校卒業してないので仕事がなかなか見つからなくて大変でした。見つかるまで毎日毎日その日暮らし。やっと見つけたバイトが新聞配達です。でバイクで配達中に車との事故に遭って後遺症が残って働けなくなってしまいました。人生にこう虚しさいっぱいでした、今はちゃんと後遺症とか歩いたりできますけど、その時はもう大変やったそうです。そんな生活の中、街見てると教会の看板がありました。そこに御言葉書いてたんです。こんな御言葉ですよ。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。御言葉を見て神様のことを知りたいと思って教会の門を言葉通りにほんまに叩いて入っていって聖書を読みました。西尾野さんにとっては看板、その書かれてある壁がその御言葉がノアのようでした。で、教会に入って中で祈ったそうです。神様、俺は親に悪口ばっか言ってました、こうやって家も出てきました、誰にも言えないこともしました、こんな汚い俺のためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださったんですねって、イエス様今までごめんなさいって信じました。今西尾野さんは福島県の郡山っていうところで震災で傷ついた人たちと寄り添いながら郡山で牧師をしています。心の復興を手伝っています。昔は自分の力で自分のための人生でしたけれど、西尾野さんはちゃんとイエス様信じて箱舟に入って信じることができました。皆さんもそれぞれ何かきっかけがあったと思います。誰かに誘われて教会に来た人もいますし、人生の意味を考えてきた人もいます。また三浦綾子さんの本を読んで聖書に興味を持った人もいると思います。また仲のいい夫婦を見たり子供たちを見たりして、もういろんな方法きっかけがありました。僕たちもノアのようにイエス様のもとに案内させていただくことができます。イエス様を信じているので、洪水のようなところから救ってくださるイエス様のもとに案内していきましょう。最後に御言葉を読んで終わります。ヨハネの12章の46節から47節、ヨハネ12章46、47、一緒に読みましょう。はい。私は光として世に来ました。
私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても私はその人を裁きません。私は世を裁くために来たのではなく世を救うために来たからです。お祈りします。しかしノアは主の心にかなっていた。天のお父様、大昔から人に声をかけてくださって表してくださったことを感謝します。そしてそれがずっと続いてこの今の時代の私たちにも一人一人声のように聖書を通してまた生活の中での出来事を通してお語りくださることを感謝します。イエス様、いろんな悪い情報や犯罪があるこの世の中で生きていますけれども、あなたにあって正しい私たち一人一人を毎日守り導いてください。そしてこっちですよと、箱舟よりも大きいイエス様、あなたを案内できますようにお願いします。どうか私たちの人生が矢印のようにあなたに向いて案内板となることができるように一人一人を助けてください。お願いします。救うために来てくださったことを感謝します。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それぞれお祈りしましょう。